消費税を廃止にしたいそれが私たち諸令和新選組です消費税まさか廃止になんてできるはずがないだって30年も払ってるんだよそう思われている方々数多くいらっしゃると思いますどうしてやめられないんですかおそらく理由としては社会保障のために消費税は必要なんだから今更やめるわけにはいかないという方がいらっしゃると思います でも事実関係をお伝えいたしますと残念ながら消費税社会保障に使われているのは一部でしかありませんじゃあその消費税一体何のために皆さんに納めていただいているのか非常に簡単な説明をしていきたいと思います赤と青のグラフ見してくれる消費税一体何のために必要なのかそれを知るためには消費税が始まった3% 1989年その以前に遡る必要があります。そのときされた議論では、直感比率の是正、つまりは大企業に対して法人税を下げるため、そして金持ちに対する所得税を下げるため、足りなくなった財源はみんなから薄く絞り取るという考え方のもとにスタートしているのが消費税でございます。つまりは、社会保障云々は関係ございません。だから一部しか使われておりません。 じゃあ、それが本当かどうかということを分かっていただくために非常に簡単なグラフをご覧いただきます。消費税が始まった八十九年三パーセントから千九百八十九年から二千十六年までの間、その間のグラフでございます。このグラフ真ん中から上に行けば行くほど青い面積が増えていきます。青い面積が増えていく、つまりは消費税収が増えていくということを表したものです。 そしてもう一つ、真ん中から下、赤い面積が増えていけばいくほど逆に減ります、何が減ったか、法人税収が減っていったということです、つまりは何か、まさに法人税の穴埋めとして消費税というものが存在しているということがよくわかるグラフでございます、言葉にします。消費税収の実に約73%が、 法人税収の減少分に割り当てられていたといえると、消費税、何のために必要ですか、申し訳ない皆さん、私たちに組織票と企業献金をくれた大企業様に対して減税をするのに、皆さんの消費税、絞り取ったものを当てさせていただきたいというのが正解、おかしくないですか、こんな税金の取り方。税の取り方は原則がありますよ。 なないいとこから絞り取れないだからあるところからはそれなりに、この税の当たり前のあり方を歪めて、自分たちの負担である、コストである法人税を下げるために、消費税を上げていったという現在、現在もその通り、なぜならば、こちらをご覧いただいているのは、経団連、日本経済団体連合会、大企業が2000社以上連なるような連合体ですが、 この経団連がいつも政治に対して提言をします、こういうことをやってくれよってことです。そのほとんどはかなっていますから、提言というより命令でございます。こちら、消費税についてもその提言、いわゆる命令が下されております、なんと言われているか、2025年に消費税19%まで上げろという指示です。 消費税19%まで上げて大丈夫だって方いらっしゃいますいらっしゃったらぜひ私たちに政治献金をいただきたいのですがいらっしゃらない全国的にそうですおかしな話でしょ消費税上がるたびに自分たちは減税してもらえるこういう話の上で消費税はどんどん上がっていく社会保障は関係ございませんあまりにもありえない人々に対する裏切り生きるために 人は何かを食べなきゃいけない、何かを買わなきゃいけない、生きようとするたびにかけられる罰金が消費税、これがどんどん上がっていくたびに、一方で法人税、そして一方で所得税、金持ちに対する減税、大企業に対する減税は進んでいくという矛盾、たこが自分の足食べてるのと一緒ですよ、この国の皆さんの儲けが広がっていかなければ、企業は大きくなれないはずなのに。 皆さんの儲けを縮小させていきながら、自分で自分の足を食べるタコのようなことを何十年も続けてきた,続けてきた結果、国はどうなった ?25 年のデフレ、先進国の中で、日本以外にこれほどデフレが続く国あったら教えてください。一国も存在しない、どの国も成長している、日本は成長していない、どの国も成長していて、緩やかなインフレ。 日本は成長できず25年デフレ、明らかに経済政策の誤りです、消費税、あなたのお財布を痛める、そういう存在でもありますが、もう一つ、他にもやめなければいけない理由がある、何か、消費税、一番負担,が負,担負担が重いのは誰か、払えない人たちがいます。日本の国の国中でで税金払えないんですよね 税の滞納が存在していますその六割を占めるのが消費税ですつまりは中小企業零細企業などが非常に重たい大変な思いをされている税の滞納のうち六割を占めるのが消費税この時点で税として破綻をしていると言っても過言ではありませんこの国に存在している中小企業の数 全企業のうちの99.7%、中小企業に雇われている労働者、全労働者のうちの6割から7割、この国の屋台骨である中小企業に対して、30年にわたって無知を打ち続ける国、一方で、特定の企業に対しては利益をどんどん横流しする、こんなこと続けてれば、日本、この先どうなりますか、そこに加えてコロナです。 あまりにもありえないようなことが進行しているのがこの国。これは政治で現実を作ったわけですから、政治で現実を変えるしかない、非常にシンプルな話です。そしてもう一つ、消費税の問題点といえば、働き方を壊されるということです。つまりはどういうことか、簡単に説明してまいります。よろしくはい消費税の問題点 当然消費税を納めなければならない事業者たちは、この消費税の支払いをできる限り減らしたいと思いますよね。その結果、何が生まれるか、正規の雇用、正規雇用を減らすという動きにならざるをないということです。つまりは何か、事業者が消費税を納めるときの仕組み、皆さんご存知の通り、仕入れ税額控除というものがあります。 消費税の納税額を決めるときに、年間の売り上げから年間の仕入れを引くわけです。仕入れ分を差っ引けるという仕組み。正規の社員であるならば、人件費ですから、仕入れには入りません。一方で、派遣社員、他にも外注する労働力、そういったものは人件費ではなく、物品扱いになり、この 消費税をさっぴける、る仕入れに入れられれにらてこと。つまりは、消費税の納税額を下げるためには、正規の雇用よりも非正規の雇用を多用した方が、消費税の納税額を減らしていけるという仕組みになってしまっている。当然、労働環境壊れていきますよ。皆さんに対して、お財布に対して負担をかけるだけじゃなくて、中小企業の経営にも、 厳しい状態に追い込まれるだけじゃなくて、働く人々の働き方さえも壊されてしまうということが、消費税で現実に行われているという話でした。消費税、これを私たちはなくしたい。25年のデフレ、お金が回らない。あなたが何か物を買ってくださったなら、そのお金は回り回って誰かの給料になります。あなたの消費は誰かの所得に。 この循環に対してブレーキをかけ続けた30年、もちろんデフレの25年、その主犯格でもあるのが、私は消費税だと思っています。これを変えるためには何が必要か、あなた自身が消費税なんてやめられない、そう思い込めば、当然、消費税はなくなりません。なぜか、か政政政治治治をを動かしているのののはは、家家ですが、その政治家を選ぶのは この国のオーナーであるあなただからです。この国のオーナーであるあなたが、消費税はなくすべきだという、まず自分の中でそう考えられるかどうか、これだけです。私たちに託してほしい、先頭に立たせていただきたい、消費税はやめるべき税制だと、私たちは思います。